ひとまず我々が目指すのはここサン・マヌエル城です。古い時代はパルスの堅牢な砦でしたが、放置され荒廃していたところをルシタニア軍が改築して使っているようです。まずはここを奪い、王都エクバターナへの足がかりとするわけか。あのナルサス様、この城はサン・マヌエル城に向かうとなると近くを通過することになるね。はて、ここに城塞などあっただろうか。チャスーム城、ルシタニア側が最近新たに建設した城塞だ。航路の要点を抑え、こちらの動向を監視するのが目的だろう。ふん、ギスカールとかいう男も一応考えてはいるようだ。そういうことなら我らに工場の許可をいただきたい。頼もしい申し出だが、その必要はない。ナルサス殿、我々を信用できないとでも言うのか。まさか。今の目標はあくまでサン・マヌエル城、戦略上このチャスーム無理に攻める必要はないというだけのこと。お主たちの気持ちは嬉しいが、不要な戦いで兵を失いたくはない。ここは引いてくれぬか。承知いたしました。本当にチャスームを放っておいていいのか。何、結果的に城は奪えん。ただしお主が出ねば片付かぬかもしれん。その時は頼んだぞ。バルス軍が来たな。思ったよりぞ、誰かに迎撃準備を急がせねば。こうかってやる。あの石膏を逃がせば面倒なことになりそう。今こそ牙を向け、敵宣言隊を蹴散らし奴の口を封じるぞ。すべてを借り尽くすのだ。バルス軍だと、石膏は何をしていた。警備の準備が間に合わず、よし一気に打ち破れ。勝って、ここは俺が先行しよう。ザラーバントは少し下がれ。うるさい、お主こそ下がれ。左右に散開せよ。俺の後方へ向かうのだ。ルシタニア人どもめ、狼のごとく貴様らを狩ってくれる。島を向け。生きてさえいれば雪辱の機会もあろう。罠であったか。待ち伏せとは小尺な真似よ。このままでは持ちこたえられぬ。イスファーン様とザラーバント様、敵の待ち伏せにあい苦戦。固執して罠にかかったか。救援に向かう。急がねば間に合わない。全身全霊をもって救援の任を果たさねば。我らも力を貸そう。異教徒どもを打ち果たすのだ。とどめよ。また戦いませんか。このままでは。面目ない。危うく俺たちが駆られるところであった。この情けない姿騎士として恥じいるばかり。君、心より感謝いたす。無事で何よりだ。一度引き体勢を立て直した方がよかろう。まずは進路を塞ぐ部隊を撃破せねば。お前などに負けはせぬぞ。クレマンスが踏み潰してくれる。
敵の本体はトゥースラを追っていったが、ナルサスの読み通りだ。我らの役目は城の前の敵を蹴散らし騒ぎを起こすことでした。城が危ないと言えば敵本体は慌てて戻るか。そこを待ち伏せて撃てば茶数を奪うと言うことだが、時間をかけたらトゥースたちが危ない。急ぐ必要がある。どうやってここに？バルハイ、お主は何かと有能だ。このようなところで倒れるなよ。マルダーン・フマルダーンのご命令とあらば。ですが、危ない時は多少発生してくださると嬉しいですな。このままではいかん。本体に伝令を送れ。救援要請を。はっ、これでしまいだ。まさにクレマンス将軍の元へ向かいます。クレマンス将軍は極罪だ。俺たちで迎え撃つしかないぞ。なんと勇ましく揺さぶり。感服しました。逃がしはせぬ。お前などの負けはせぬぞ。戦場に絵を描く。さすがはナルサスといったところだ。さて、我らも敵本体の迎撃準備をしませんか。急ぎましょう。ダリエル、私も精一杯力を尽くしますぞ。今こそ示せ。俺と会ったのが運の尽きだ。今日のところは引いてやる。迎撃地点まであと少しです。急ぎましょう。急ぐぞ。敵本体が戻る前に迎撃地点に向かうのだ。これをご覧ください。役立ちそうなものを見つけました。クレーだと。バカな、敵は茶数無常も攻めていたはず。成功だ。あとはあの茶数無常主を撃つのみ。これでしまいだ。
長子は倒れた。これでチャスームは我々のものだ。報告します。アルスラーンの軍勢によりチャスーム城が陥落したとのことです。ほう。アルスラーンはそのまま西へ進軍を続けています。おそらく目標はサン・マヌエル城。武力を蓄え、ついに王都奪還に動いたか。三奪者の小せがれごときが生意気な。国土を回復し、パルスの救世主となるべきは奴ではない。正当の王たるこの俺だ。ギスカールに伝令を出せ。と申しますと、サン・マヌエルを守るバルカシオンは武勇や傭兵に優れた男ではない。すぐに城を奪われてしまうだろう。俺がサン・マヌエルへ行く。かの地で小せがれの息の根を止めてくれよ。サン・マヌエル城はもともと堅牢な砦でした。今はルシタニア人の手によりさらに難攻不落の城塞となっておりましょう。なるべくなら多くの血を流さずに進みたいところですが、ルシタニア軍としてはその反対を望んでいるでしょうが。それでも私は進まねばならぬ。ルシタニアを討ち、パルスの平和を取り戻し、そしてパルスをより良い国にするために。殿下、アトロパテネの敗戦からわずかの間に本当に成長なさいましたな。良い目をなさっています。殿下ならば必ずパルスを望ましの王都に変えてくださいましょう。殿下の作る良い国を見るために精一杯力を尽くしたいと思います。いつか救われたこの命、殿下のために使わせてください。このジャスワンと殿下に恩義を果たすため、最後まで戦い抜いてみせます。パルス騎士としてルシタニアの横暴は見過ごせませぬ。さっきの戦では不甲斐ない姿をお見せしましたが、必ず面目を施しましょう。兄、そして多くの者の敵を取るため全力を尽くして戦います。この命にかけて勝利をつかむことをお約束します。我が妻、殿下とパルスの未来のために捧げましょう。みんなありがとう。私は負けない。支えてくれる皆に応えるためにも、サン・マヌエル城を落とし、パルスの未来を切り開く。いざジャシャシーン。この夜我々は恐るかしく動きます。まずは正門前まで進軍いたしましょう。正門付近で劣勢を演じ、城内の敵をおびき出せばよいのだな。はい。パルス軍は我々だけで全力を尽くす。本気で苦戦していると思わせることです。敵が騙されて城門を開けてくれれば、キシュワード卿率いる別動隊が突入しましょう。殿下、どうか私のそばを離れませんか。はい、ジャスワント、よろしく頼む。王へのサン・マヌエル城の守りは堅固な様子。いたずらに劣勢を演じれば本気の敗走になりかねません。引く前に城外にいる敵の指揮官を配置、統制を乱しておく必要があるでしょう。みんな心を一つに。共に未来を切り開こう。アルス軍に矢の雨を降らせろ。
殿下、全力を尽くす。素晴らしいことです。頼む。どうかご無理なさいませ。全力を尽くす。今だ。皆、手はず通り頼む。はっ。崖からの攻撃が激しい。こうも戦車が続いては、正門の突破なんて無理だ。ここが引き時です。分かった。皆、引け。引いて体勢を立て直すぞ。聞いたか。全軍撤退せよ。守りながら引くのだ。パルス人、攻めきれぬと見て撤退を始めたな。今こそ打って出る。俺に続け。殿下が敵を引きつけておられるはずだ。この隙に速やかに城内に入り正門を制圧する。パルス軍がいるぞ。まずい。早く将軍に伝えろ。我々の存在に気づかれては策は失敗だ。敵本体に知らされる前に撃破しなさい。このまま城門を攻める。やしゃすい。突き進まん。正門が開いているな。閉じられる前に突入するぞ。一番乗りするぞ。ルシタニア人、この力叩き出してくれる。なぜここにパルス軍が。今さら気づいても遅いわ。お前はここで終わりだ。パルス軍に占拠されただと。撤退はお花だったか。急いで戻るぞ。今引き返せば挟み撃ちにされることも気づかない。敵を殲滅せよ。城内に入れるな。お前の働き、しかと見る。突き進まん。たゆまぬ鍛錬が身を盗んだのであろうな。クワブ君、見事なお手並みですな。何の、すべてナルサス教の策のおかげではないか。無事城内に突入できたな。このまま順調に行けば
被害も少なくて済んだろう。果たしてそううまくいくでしょうか。正門はパルス軍に突破されたのですか。うん、なるべく皆が傷つかずに済めばよいと思ったが、もはやそうもいかぬようだな。伯爵様、まだ諦めるのは早うございます。私が異教徒どもを撃ってまいりますゆえ。流行るでないエトワールよ。お主一人の力でどうにかなるものでもあるまい。その通りだ。お主らではアルスラーンに勝てぬ。これよりは俺の指示に従え。何を偉そうに。貴様はアルスラーンと同じパルス人、その上仮面で顔を隠している。そんな怪しい奴など信じられるか。これは命令だ。王帝殿下の許可も得ている。だからといって。エトワール、確かにわしではパルス軍に勝てぬやもしれぬ。城への侵入を許したのはその証。ここは銀仮面教に従うのだ。承知しました。騎士見習いとなってより伯爵様にはずっと面倒を見ていただきました。恩義ある伯爵様のご命令とあればこの男に従いましょう。ついにアルスラーン殿下と戦う時が来たか。おじけづいているのか。ヒルメス殿下を裏切るつもりなら容赦はせんぞ。いや、ヒルメス殿下に仕えると決めた時点で覚悟はできている。なら良いがな。俺は殿下のためこの戦でアルスラーンを討つ。そして父の仇ダリューンの首を取ってくれる。どうかなさいましたか。いや、何でもない。正門は突破した。これより城内の攻略に当たるぞ。固い守りを破り、攻撃を効果的だ。投石機を運び入れ、周囲の敵を撃破しろ。わかった。ザラーバン部下イスファン卿、行くぞ。は、先陣ならお任せくだされ。俺は事前の策として殿下と敵の側面に回る。正面は頼んだぞ、ダリューン。敵が入ってきたぞ。兵器を動かせ。なんだこの仕掛けは。えい、煩わしい。そう簡単にはいかぬというわけか。何、この攻撃は。高台にいる男の指示か。奴を倒せばやむかもしれん。これで敵の兵器は無力化した。一気に駆け抜けるぞ。異教徒が攻めてきたぞ。パルス人に捕まったら奴だけにされてしまう。逃げろ。ルシタニア人にとってパルス人は所詮異教徒。敵がいる感じは詐欺すみは恐ればかり。あのルシタニアの少年、彼とも分かり合うことは難しいのだろうか。力を示したほどで、これ以上パルス軍を支えせるな。あれはマルズバン・サーミド。一体なぜルシタニア軍。今はサーミドのことは捨ておこう。なるべく交戦は避けつつ移動しましょう。ああ、分かった。皆が命を懸けて戦っておるのだ。流れているわけにはいかぬ。伯爵様、お待ちください。私も共に参ります。あらぬぞ。ルシタニアは祖父君から預かったもの。万一何かあっては申し訳が立たぬ。しかし、とはあるよ、俺は命令じゃ。今は自重し、後の機会を待て。承知しました。伯爵様、どうかお気をつけて。ナリュンドロ、あの門番を撃ちましょう。敵が多く、開門して味方を引き入れねば不利です。使うしかありません。私のそばを離れませんもん。今こそ示せ。俺とやろうってのか。ここまでか。だが異教徒の手にかかるわけには。
はクシャス様の重傷だぞ。守るべきを守る力を許す者か。異教徒の総大将アルスランは私が撃つ。なら奴を狙える場所を教えてやろう。やれるものならやってみるか。皆の目がコセガラに向いているうちに増援を呼び、正門のパルス軍を殲滅してやろう。乗れ、パルス軍で一矢報いてやるわ。投石機を運んでまいりました。これで門を破壊しましょう。もうダメだ、誰か。まだ死にたくない。あれは逃げ遅れたウスタニア人か。ナルサス、逃がしておやりになるのです。逃がすのは説得なさるのであれば。お気をつけ。異教徒、待ってくれ。私はお主たちを傷つけるつもりはない。騙されるな。異教徒の言うことだぞ。皆武器を取れ、戦うのだ。そんな、アルスライン殿下が敵に包囲されています。殿下、ザラーマント卿、ここは任せたぞ。なんと見事な武勇、その無駄のない動き見習いたいものです。やはり宝石か。残念だが、そのようなものは通じん。そんな、この戦で誰よりも功を立ててみせます。敵の増援部隊が正門前に出現。門近くの味方が攻撃されています。なんだと。いや、ここは皆を信じよう。今は殿下の救援が最優先だ。頼む、話を聞いてくれ。カーラーンの負傷の声。今は貴様の相手をしている暇などない。先ほどタムを先導したのが失われた。悪くない指示だ。逃がしはせぬ。これでしまいだ。貴様はヒルメス王子に仕えていたか。もしやサーム殿も。突き投資を受けてみよう。逃がしはせぬ。これでしまいだ。殿下、ダリュン、あれがアルスランか。あの時のアルスラン、確保。